シャチという男、その男が向かう地に心当たりがあるのなら教えてほしい。もしあの男を殺すことができるのなら教えてあげましょう。ここでシャチは人間の心を捨て去ったのです。なった、ついに肉体のすべてを滅ぼす経絡箱を今この手に握った。この剣はもはや神をもしのぐ。この俺が望むものすべてを与えてくれよ。北斗竜剣は神をも喰らう剣、すべての伝承者がその血一滴に至るまで野望という色に染め、その一人にシャチもなってしまったのです。貴様、ボロの分際で何をしておる。その女は修羅の子を産むべき女だと。つかぬことを伺いますが、あなた様を一人で来られたわけです。当たり前だ、貴様ごとき俺一人で余りあるわ。だったら変えんな、お前じゃ役不足。貴様らは戦いに負けて死にきれなかった男たち、弱しの剣を切られボロとなった者がなぜ止める。俺はまだ誰にも負けたことがないんでな。北斗竜拳勝つ、鏡竜とは輝く、すなわち北斗竜拳とはあらゆる剣法の中で唯一輝く剣、最強無比の剣法なのだ。シャチ、こんなところにとどまって一体何をする気なのです。まあ見てなって、そろそろ来る頃だ。と呼ばれる男は貴様であったか。よくぞ今まで隠し通した。しかし、な
なぜ正体をさらす危険を犯した。この女、俺の正体を見た貴様の栗が欲しくなったのでな。面白い。ムヌにその権力があるかどうか試させてもらおう。この二人、今までとレベルが違う。見事倒してみる。ああ、準備運動ぐらいにはなろう。大関に応え、なぜその女を奪う。俺の狙いはこの女を追ってくる。見たか、修羅の国に追ってくる男がいるという。この国の人間には分かるまい。男は己のためにのみ生きる。見たか、久しぶりに強敵に巡り会えた。味わってみるか、我が剣王虎竜妖金章。食い尽くしてやるわ、貴様の存在ごとな。修羅として1800章、このカイゼルの剣貴様には見切れまい。我が北斗竜剣もちょうど雑魚の修羅は食らい飽きていたわ。この俺は地位的長さ、一瞬にして敵のナイフを引きちぎることができた。ああ、王冠を抜き取ってほしい。真の像、ナイフか、背骨か、おはいユーだと。確信したがお前の油断よ。古傷をかばい隙を作った。俺が何故ボロになってお前のそばにいたかわかるか。その弱点を読むためよ。見事だ。だがこの軍将カイゼルを倒して何を狙う。修羅を喰らい尽くして神にでもなろうというのか。神こそ我がしもべよ。バカな、知らぬわけではあるまい。この国には三人の刀身と崇められる羅生がいることを。この胸の
する傷を与えたのは羅生の一人ハン。お前ごときに倒せはせぬ。だからこそこの女を奪った。ケンシロウという男を捨て駒にしてその羅生どもにぶつけるために。シャチ、本当にシャチを倒してもよいのだな。もう捨てたのです。生きてさえいればまた拾えよう。待つがいい。シャチは生かして送り届けよう。レイヤ様、シャチが姿を現しました。インという他国の女をさらい軍将と戦ったようです。俺はその女を追ってこの国へ来た。もしシャチがあなたを誘うために女性を奪ったのならきっと羅生藩のもとへ。